アピタ鈴鹿時代の外観メガドンキホーテウニ鈴鹿店は、三重県鈴鹿市南玉垣町にある、UD リテール株式会社が運営している、ショッピングセンターである。同ショッピングセンターは、ドンキホーテとユニーを融合した、ダブルネーム店舗として、2019年6月に、アピタ鈴鹿店をリニューアルしオープンした。もともとは、1998年10月23日に、 開店に、鈴鹿サティとして開店店舗棟は、鉄骨3階建てで、1階と2階にあった売り場は、面積、約22,200平方メートルであり店舗棟に、近接する形で7階建ての立体駐車場棟があり2つの建物で構成されている。シネマコンプレックス、ワーナー・マイカル・シネマズ、鈴鹿屋ボーリング場、パームボールを併設していた。しかし、 出店時の年賞見込みは107億円であったのに、対し、2001年の年賞は73億円にとどまり、2002年1月28日に、マイカルが不採算店舗として、店舗を閉鎖することを明らかにし、同年8月31日をもって、映画館やボーリング場などの併設施設も含め、閉店した。2003年12月に、ユニが土地、 建物の所有者である日東宝石から旧鈴鹿崎の建物のみを5億円で買収コスト削減のため建物は解体せず改装する形で2004年10月22日にアピタ鈴鹿店を開店させたユニーファミリーマートホールディングスとドンキホーテホールディングスはダブルネーム業態メガドンキホーテウニに業態転換を進めており2019年下記に 行われる、業態転換店舗に、アピタ鈴鹿店含め6店舗が発表された。2019年4月28日で一時閉店。改装工事を経て6月25日に、メガドンキホーテウニ鈴鹿店として、リニューアルオープンした。また、鈴鹿店には、業態転換発の取り組みとして、ユニーが運営する医療専門店、アピタクロージングを展開する。1階は、 売り場中央に通路があり、それより、南西側にフードコートと直営食料品売り場を、北東側には直営化粧品、ドラッグ売り場と衣類、靴屋など各種専門店を配置している。なお売り場の北側は、ピロティ駐車場となっている。2階も売り場中央に通路があり、通路南側と北側に、直営の日用品、雑貨、衣類の売り場、東側には、 アピタクロージング、売り場の北東から南端に100円ショップや書店、アミューズメント、旅行代理店などの専門店を配置している。鈴鹿さきに関するカテゴリアピタ鈴鹿店に関するカテゴリー。ありがとうございます。